インディキマジシャン、テルシャでございます。どうぞよろしくお願いいたします。ウェーイ、今日もマジかりますよ。ウェーイ、さあ今日もブルさんが遊びに来てるぜ。ウェーイ、さあ今回ご紹介する商品はこちら。ウェーイ、天陽のマネーゲームでございますよ。ウェーイ、マネーゲーム。さあこの、まあ、投資マジックでございますね。上、今日は説明書通りの手順と、あと2つ天陽のちょっといい話から、高橋さんの手順と鈴木さん、清水さんの手順をやりますよ。上、お楽しみに。ウェーイ。ウェーイ、マネーゲームだぜ。上、さあ使うのはこちら、何の変哲もないコインボックスがあるぜ。コインを入れるケースだぜ。ウェー、さあウルさん、はいよ。さあこちらに100円、50円、10円があります。10円、そしてこれコインの入れるケースがあるので、好きなコインを入れていただいて、何でもいいです。まだ入れないでくださいよ。ウェー、危ない危ない。ちょっと後ろ向いて説明しますね。はい、好きなコインをまずそのケースの中に入れてください。好きなコインをこれですを入れますね。入れちゃって蓋をしてください。おい、閉めます。 OK。 そして残ったコイン2枚があります。あります。では高い方、お金の価値が高い方を右手で持って、低い方を左手で持ってください。 OK。 右手で持ちます。でこっちを左手で持ちます。 OK、 OK です。 OK、 これでコインは全て隠れた状態だぜ。ウェー、さあこのコインに、このケースの中にウルさんが選んだコインが入ってて、はい、右手には高い方が入ってる、はい、左手には低い方が入ってるぜ、はい、ウェー。さあじゃあ当てちゃうぜ、スーパー投資10点。きた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 、完璧ですよ。ケースに入ってるのはウェー100円。おーすごい、うわー。そして右手に持ってるのが50円、そして左手に持ってるのが10円玉。おーうわー、マネーゲーム。うわー、うわー。さあ続いてのマジックは高橋慶三さんでかな、慶三さんでいいのかな、高橋さんのアイデアの、3倍不思議でございますよ。天陽ちょっといい話からでございます。使うのはこちら、マネーゲームを3つ連結させるぜ。ウェー、さらに1から3までシール貼っちゃったり、ウィー。そこで使うのはこちら、100円、10円、50円あります。さあウルさんは1から3番まで好きなところに好きなコインを入れて蓋をしてください。はい、よろしいか。私も100円、10円、50円を持った状態でございますよ。ウェー、じゃあ後ろ向いてるのでどうぞ。はい、あまねけ、あまねけ、あまねけ。じゃん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 。なんでちょっと簡単すぎますので、ウルさん、すべてのコインを渡します。6枚ありますよ。おい、おー、6枚。好きなコインを1から3まで入れてください。ほうほうほう、どのコインでもいいので、同じやつでもいい、同じやつの OK ですよ。おい、ではどうぞ。アマンダゲン、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 マネゲー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 、
はい、はい、残りのコインは全て隠しててくださいよ。隠しましょう。オッケー。さあ、ウルさんはこの1から3までコインを入れてもらったぜ。これを私の投資能力で当てちゃうぜ。ふん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 。マネーゲーム、にゃーでん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 。来たよ。これは50円です。でじゃじゃじゃんじゃじゃん。うわー、マネー来た。2つは多分同じ種類のはずですね。おお、当てましょう。おお、100円。おお、ダンジャー、うわー、マネーゲーム。おい、さあこちらからは天陽のちょっといい話から清水さんの印のついたコイン当てをやっちゃうぜ。ウェイ、必要なのはこのマネーゲームが3つもいるぜ。ウェイ、さあウルさん、はい、こちらにケースが3つあるぜ。そして、はい、10円玉が3つ、同じ10円玉がありますよ、はい、ウェイ。さあこの状態で、ここからウルさんは好きな、まあどれでもいいんですけど、はい、好きなやつを取っていただいて、はい、抜いてシールを貼って、はい、サインをして、はい、また戻してください。覚えられるかな。1個ね、1個ね、1個ね、1個好きなの、はい、取って、自分取って、はい、シールを貼って、サインをしてまた元に戻してください。頭悪いんですよね。じゃあどうぞ、はい、じゃあこれをまず抜くんですね。これをまず抜きます。抜いていただいて、で、シールを貼って、まず貼る。直接書くと怒られるよ。そうですね、見にくい。じゃあまずシールを貼ります。おい、はい、シールを貼りました。ここにサインを書いて、ね、サインを書いてください。ここにじゃあこれ、はい、はい、書きました。おい、さあその10円玉貼ってケースにしまってください。じゃあこの中に入れますね。うわぁ、落とさないでくださいよ。トラブル、はい、OK、で、閉めると。 OK、 でも置いたらいいんですね。置いてください。そしてケースをちょっと混ぜてください。混ぜます。 OK、 もういいですか。はい、 OK です。 OK、 さあここから私がウルさんのサインした10円玉のケース当てちゃうぜ。おい、スマートシンジャッザッニャーじゃん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 、これじゃ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 、ウェーイ、いかがでございましたか。マネーゲームでございます。ウェーイ。で、こちらの商品は、1995年天陽ウェイ、考案は近藤博さんでございますね。解説はあの下村さんでございます。ウェーイ。さあこの天陽のサイトにあるちょっといい話では、これ1個じゃできないんですよね。なんと2個プラスして3個でないとできないんですよ。ウェー、私も1個持ってたんですけど、これをやりたくて2つ買いましたよ。ウェー、メルカでなんと5000円もしたぜ。ウェー、1個5000円もしたメルカリー。おー、というわけでこれ欲しい方は6000円で売りますよ。おー、やべー、1個ね、1個、嘘ですよ、売らねえよ、保存しとくぜ。さあ皆様、あ、今日は言わせた、ウルさんが遊びに来てるぜ、手伝ってくれたぜ。ウェー、さあそれでは皆様、文句とかなんかクレームはコメントくださいね。ウェー、あとリクエストもコメントくださいよ。さあ皆さん、チャンネル登録よろしくお願いしますよ。ウェー、さあ皆さん